はい、こんにちは、レッドスノーです。今回なんですけれども、建築基準法の接道義務について解説いたします。で、この接道義務って何かというと、建物の敷地っていうのは、建築基準法上の道路に2メーター以上を接していないとダメですよっていうルールなんですね。で、もう言い換えると、敷地に建物を建てる場合、その敷地が建築基準法上の道路に2メートル以上接していないとダメなんだということなんです。で、まあ、これでもですね、ちょっと言葉にすると分かりづらいので、ちょっとこちらの図を見ていただければと思うんですけども、この前の道路、この道路ですね、これが建築基準法上の道路だと仮定します。これですね。で、まあ、原則ですね、4メーター以上の道路っていうのは、建築基準法上の道路になります。原則は。まあ、たまにならないものもあるんですけども、それは後でお伝えします。基本的に、もう4メーター以上、幅が4メーター以上あれば、それは建築基準法上の道路なんだと思ってください。で、建築基準法上の道路っていうのは、建築基準法で、道路ってどんな道路なのかっていうのを定義してるんですね。決めてるんです。道だからそれは道路なのかって言ったら、建築基準法ではそうじゃないんですよ。ちゃんと建築基準法っていう法律で、こういったものが道路なんですよって決めているんですね。で、そこで決められたものが、建築基準法上の道路って呼ばれます。で、まあ、日頃ですね、皆さんがお使いになっている道路、車が通ったりする道路っていうのは、これは基本的にはもう建築基準法上の道路って考えていただいて大丈夫です。で、まあ、今回ですね、建築基準法上の道路について細かく解説はしないんですけども、次の動画でこれについては解説いたします。とりあえず、建築基準法上の道路っていうものがあるんだって思っといてください。まあ、一般的な道路って考えてもらって大丈夫です。で、建物を建てるために、まあ、敷地がこうありました。この二つにね、建物を建てていきたいってなった場合、前にまず道路があって、この道路に、敷地が2メーター以上を接していないとダメですよっていうルールなんですね。これが接道義務なんです。道路があって、この道路に、この敷地は2メーター以上接しているから OK。この敷地も、この旗状の敷地になってるんですけども、この部分ですね。この部分が2メーター以上接しているのであれば OK っていったイメージです。で、これがもし1メーターしかない場合は、これは接道義務を満たさないので、ここの土地に建物を建てることは基本的にはできませんよっていうのが接道義務の原則になってきます。で、続いて例外があるんですね。例外があります。つまり2メーター以上接していなかったとしても建物を建てることができる場合があるんです。それはどういった場合かっていうと、まず一つ目。一つ目は幅が4メートル以上の道。この幅が4メートル以上の道っていうのは、この建築基準法上の道路じゃない道って考えてくださいね。建築基準法上の道路じゃない道。例えばなんですけども、農道です。農道。田んぼと田んぼの間の舗装されていないような道。農道。まあ、そういったものが、ここに書いてある道に該当します。この道っていうのは、建築基準法上の道路に該当しない道路っていったイメージですね。これに2メーター以上接していて、まあ、利用者が少なくて、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、支障がないと認めた場合、その場合は、この建築基準法上の道路じゃなかったとしても、これは建物を建てていいですよ。っていうふうにしているんですね、例外的に。原則としては、建築基準法上の道路、これをまず満たして、さらに、この道路に2メーター以上接していないっていう、この2つの要件を満たさないといけないんですね。でも、今回の場合っていうのは、2メーター以上は接しているけども、その道路が、建築基準法上の道路じゃなかったわけだから、1つ満たさないわけなんですよ。1つ満たさないってことは、これ建物を建てることができないって話だけれども、特定行政庁がもう認めたと。別にいいですよ、そこであれば。って認めたのであれば、それは建物を建てていいですよ。っていう話です。で、二つ目の例外。それはどんなものかっていうと、敷地の周囲に広い空き地を有する建築物で、
特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したもの。これは具体的にどういったものかっていうと、まあ、道路はあるんですけども、道路がちょっと離れたところにあって、で全然道路とは接していない。敷地はあるけれども、土地はあるけども、この土地と道路とは接していないんですね。ただしこの土地の周りに広い空き地があったと。広い空き地があって、かつ建築審査会が別にこの土地であれば建物を建てていいんじゃないかと同意をしたと。この建築審査会っていうのは建築専門の組織なんですね。何か疑問が生じたりした時に、この建築審査会で話し合いをして、そこで一定の結論を出していくみたいな、役所内にある建築関係の、まあ、専門組織って言ったらいいんですかね、まあ、そういったイメージです。その人たちが話し合って、まあ、同意するかしないかっていうものを判断するんですね。で、まあ、建築審査会が OK をしたと。その上で特定行政庁が許可したもの、まあ、特定行政庁っていうのは知事さんだったりとか市長さんとか、まあ、そういったイメージで大丈夫です、が許可したものっていうのも、接道義務満たしていなかったとしてもその土地に建物建てていいですよっていう話です。で、この認めるものと許可の違いについては、これは考えなくてもいいです。もうほぼほぼ一緒って考えてもらっていいです。ただし注意していただきたいのは、上については建築審査会の同意はいらないんです。一方で下は建築審査会の同意がいるんですね。この違いについてはちょっと注意が必要です。もしかすると試験でもここ問われる可能性があるので、余裕がある方は覚えていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。弊社レトスは宅建についての勉強の仕方だったりとか、勉強時間の作り方とか、そのようなアドバイスを無料で行っております。もしあなたが勉強の仕方だったりとか、勉強時間の作り方がわからないっていうのであれば、ぜひお気軽にメールいただければと思います。で、お問い合わせフォームについては、この動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひご確認ください。ただし、過去問やテキストに関する細かい解説っていうのは、個別指導の受講者さんのみなので、その点だけはご了承いただければと思います。宅建試験については、理解をしながら勉強していけば、1回で合格できる資格なんで、ぜひ次の試験であなたに合格していただければと思います。あなたからのご相談お待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。